皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はチェリーオンポップというガールズヒップホップの振り付け解説動画となっています。全体の構成カウント表はこちらです。今回はサビ2からアウトロ部分のパート、後半の2-8の振り付けです。一つのパートの中に緩やかな動き、ストップの動き、アイソレーションの動きなど様々なテクニックやリズム変化が入るとついていけないと感じることありませんか？ストップがストップじゃなくなってしまったり、緩やかな動きが硬くなってしまったり、そんな時はとにかく分割して練習することをおすすめします。本動画のパートでは目まぐるしく体の使い方が変化しますので、数カウントずつぐらいに分けて練習をしたり、ボディと手を分けて練習してみたり、細かく確認していくと上達しやすいパートです。一つ一つの動きに慣れていったら、今度はそのジョイント部分を練習したり着実に組み立てていく感じです。振り覚えが苦手という人ほど分解練習に積極的に取り組んでほしいです。関連動画としてチェリーオントップのショート動画もあります。細かい部分をブラッシュアップしているちょこっとネタという動画も参考になると思います。振り付け解説動画は順次公開していきます。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しむコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけたら幸いです。長い道のりだなと感じる人もいるかもしれませんが、逆に一つ一つに集中して練習ができるので土台が固まり崩れにくい仕上がりになりますよ。一緒に頑張りましょう。 5,6,7 レッツゴー。
皆さんお疲れ様でした。チェリーオントップアウトロの振り付けいかがだったでしょうか。分割をして練習をしたら次にジョイント部分だけを繰り返し練習するというのも効果的です。練習方法って個々それぞれだと思いますが、迷ってしまった方は参考になるレクチャー動画も出していますのでぜひご覧ください。それでは簡単に振り付けのポイントを整理していきましょう。変化が難しい時は細かく分割して練習する。さらに難しい時はボディと手も分けて練習する。ストップ、アイソレーションなど基礎をしっかり、ポーズとポーズのジョイント部分を大事に仕上げていく。関連動画としてチェリーオントップのショート動画もあります。細かい部分をブラッシュアップしているちょこっとネタという動画も参考になると思います。振り付け解説動画も完成まで順次公開していきますので、作品に興味を持ってくださった方ぜひトライしてください。その他振り付けで利用している関連テクニックのレクチャー動画もありますので、細かい部分のブラッシュアップにお役立ていただけると思います。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるよう、そして少しでもハッピーにつながっていけるように動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまで押していただけたら幸いです。いつもご視聴いただいている皆様本当にありがとうございます。今回は分割して練習をするという方法を取り入れましたが、他にも様々な練習方法ありますので、いろいろと試しながらご自身に合った練習方法を見つけてください。今回の方法はなんだかプラモデルみたいですね。私は作ったことはないんですが、パーツとパーツを組み合わせていく作業ってとっても繊細なイメージがあります。どんなに一つ一つのパーツが立派なものでも、ジョイント部分が脆かったら完成しないですもんね。ぜひ今回ご紹介の練習のアイディア試してみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.